けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、ですね、念願の6年ぶりの日本旅行を終えまして、1月の頭の方なんですけれども、ハワイの家の方に帰ってきました。で、時差ボケをなめておりましてですね、実際なんだかんだ時差ボケがはっきりと治るのに1週間かかりまして、なのでちょっと更新の方が遅れてはいるんですけれども、これから立て直していきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、ですね、まだちょっとこの意識がフレッシュの間にボイスオーバーをしながら、やっていこうと思います。ビデオを撮っている間、やっぱり3人の子供を連れての旅行だったんで、ビデオを回しながら話すっていうことがね結構できなくって、なんで、はい、この記憶がフレッシュの間にボイスオーバーをしながら、こういった感じで、Vlog やっていこうと思います。はい、私たちが搭乗した日は12月の18日日曜日で、その日は朝からハワイは、雨が降ってたんですけど、お友達にお願いして私たち車で空港まで送ってもらって、でドロップオフしてもらって、で、はい、こんな感じで空港に着いて、でチェックインをしました。で、私たちが持って行ったのは3つのスーツケース、大きい3つのスーツケースと、これをチェックインして、で、あと機内に持っていくものとしては、キャメロの学校で普段使っているバックパックと、あと旦那のバックパックと、あと私のバッグっていう感じで、手荷物は3つですねっていう感じでした。で、キャメロンと旦那のバックパックに入ってるのは iPad だとかパソコンとか、あと私のカメラのものだったり、あとパスポートとかが入っていて、で私のバッグの中には、携帯だとかお財布だとかハンカチとかマスクとか、そんな感じでなるべく手軽を意識して手荷物は持っていきました。セキュリティ通ったよ。1時間ぐらい待ちました。めっちゃ長かった。多分クリスマス前だから。てか、こんにちは皆さん。これからはね、朝ごはんを食べに行きます。はい、今見せてるのが朝早い飛行機だったから、朝ごはんをちょっと食べたくって何も食べないで家を出てきたから、なんで、空港にあるレストランに泊まったんだけども、ファーストフードしか空いてなくてですね、ウェーと思って、とりあえずなんかハッシュドポテトとかを食べたんですよ。それと動画を見て分かる通り、私たち長袖を着てるんだけども、やっぱりハワイで今長袖ちょっと動くとね、ちょっと暑くなったりとかして微妙な感じだったんだけど、でも空港はね大体の人が長袖着てて、でやっぱり東京に着いたらものすごい寒いわけだから、ちょっと薄手の長袖っていうのを意識して私たちは着ていきました。あと足元は絶対にクロックス、動きやすいようにクロックスを履いていて、でマスクもうね、空港とか飛行機で絶対にコロナじゃなくても風邪もらったりとか絶対するし、もう飛行機はものすごい乾燥してるから、なんで極力マスクはつけてました。本当にここで絶対に乾燥して、喉とかやられちゃうんですよ、毎回毎回そうなの。だから、極力つけてましたよ。私もうね、空港ものすごい疲れたんですよ。エリソン追いかけまくってですね、フローレンスも追いかけまくったし、やっぱもう初っ端から、うわ3歳連れての旅行ってめっちゃ大変じゃんっていうスタートでございました。はい、そしてこれびっくりしたんだけど、 ANA の飛行機は前と後ろとお腹下に向かってなんだけど、カメラがついてて中から見れるんですよ。で、これは今テイクオフしたやつ撮ってたんだけど、毎回毎回私は窓際に座れなかったから、だいたい子供を窓の方に座らせてたから、こういった感じで画像を見れてすごい良かったですよ。
見えますか？このお腹の方からのカメラ見てたらね、虹が見れたの。すごい綺麗だった。すごい嬉しかったです。さすがハワイの空と思って、ぜいたくですね。そう、これがね、後ろかな、後ろからの画像、あのこれも見れるんですよ。そう、すごい良かったです。そうしてですね、一番初めに出てきたのがこのおつまみスナックだったんです。なのであのさ、飛行機にね乗るビログとかを作る人で、こんなにさビール飲んでね、つまみ食べてって見せる人あんまいないと思うんだけど今しかねと思って、私はエリソンも膝で寝てくれてたから、しっかりと、はい、ビール飲んでですね、これお昼かな、お昼だったかな、まあ、出てきたの。あの機内食だけよね、あのバターロール、ディナーロールとなんかそばみたいなのが出てきたんだけど、それにプラスお米で、もうすごい三発パンチ食らった感じ、炭水化物の、うん、まあ、でも美味しかったですよ、うん。あと30分で日本に着きますっていうぐらいになったら、こうやってねゆっくりとランドが見えてきたんですよ。なんか私それ見たら涙が出てきて、やっと帰ってきたんだみたいな、6年ぶりに、なんかものすごく感動しちゃって一人で泣いてました飛行機の中で。なんかこのねレインボーのライトも無償になんか Welcome back って言ってるような気がして、すごく嬉しくって、私だけとても感情的になってましたよ。なんだかんだ9時間ちょっとの飛行機で結構長かったんですよ。なんだけど全然私は寝れなくって、寝れて20分ぐらいかなだったから、結構疲れて の帰国って感じでしたね、はい。でこれはレンディングしてる時の動画です。めっちゃ揺れてるけどスムーズな感じでしたよ。日本とハワイの間には19時間の時差があるんだけども、私たちが日本に着いた時は4時頃だったんですよ。ちょっと夕方ぐらいな感じだったんだけど、ここからまた荷物を取ってね、あのホテルまで行かなきゃっていうのでぐったりはしてるんだけど、でも日本に着いてるから私たちも子供たちもすごいちょっと気分が上がってまして、その気合でどうにかホテルまで着いたっていう感じだったかなすごいあの体力は疲れてるんだけど、もう、うん、気持ちで行くって感じでやりましたよ。それで Wi-Fi ゲットしたで、日本にいる間は私はこの、 あの持ち運べる Wi-Fi っていうのを持ってて、2週間ちょっとの滞在だったんだけど、全部で1万4000円ぐらいだったかな、かかりました。そうで、この自動販売機を見てもね、子供も私たちもすごい興奮してきて、いやー来たぜ日本って感じ。この動画はね、私すごく気に入ってるんだけど、エリソンが見るものすべてが新しくって、初めてだからすごい可愛くって、インスタグラムに載せました。エリ、we can't go right now. ホテルに着きました。ちょっとホテルのあれやる、なんだっけ、どうだっけ、なんか持って、軽くルームツアーをしようと思いますよ。私たちがステイしているところは東京舞浜ホテルです。はい、もう荷物でごっちゃごちゃでございます。ここがおトイレでございます。ほんでこういう感じでトイレがあるんですけどね、もうこれに感動してます私たちは。これすごない？ね、これもほら見て、これにも感動してるから普通のね日本のお風呂なんだけどね、みたいなね、こういう感じじゃない？なんかソープとか入ってんじゃん。なんかすげえ、なんか子供のさ足のやつとかあんじゃん。すっげえ。はい、これドライヤーですね。
かいっぱいタオル入ってる。ええやん、ええやん。なんでだよって。はい。なんか起きて、ベッドはここね、エクストラでもう一個つけてもらったんだよね。でなんかこういう感じでさ、ちょっとごっちゃごちゃですが、ありましてので、こういろいろね、グリーンティーとかね、ディカフとかあるのね、コーヒーがね入ってますね。ドライドコーヒーか、ディカフじゃなくて、あとクリーミングパウダー、シュガーとか入ってるのね。なるほどなるほど、いいじゃないですか。ほんでほんで、ここを開けるともう私の服も入ってるんだけど、スーツケース入れられるようになってるのね。はい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 、いいんじゃないんじゃない。あー、これがねビューなんだよ。素敵、見てこのビュー、すごいな。東京だ。レッツゴーサマー、ちょっと待ってや。東京だよね、綺麗。はい、ということで長旅ではありましたが、無事ホテルに着くことができました。私たちのオリジナルのプランだと、空港に着いてからまず一番初めにリムジン、バスに乗ってホテルに行くっていう予定だったんだけども、私たちが空港に着いてチケットを買おうとしたらもう売り切れだったんですよね。そうだから仕方なくもうバスじゃないや電車を乗り継いで、でホテルまでやっと着くことができたっていう感じでした。はい。で私たちがステイしていたホテルが東京ベイ舞浜ホテルっていうディズニーランドの隣のホテルを取りました。で、予定としては到着して、でその翌日にディズニーシーで、その翌日にディズニーランドで、その翌日に、チェックアウトするっていう感じのプランで行きました。なのでこの後のビログとかは、ディズニーランドとかの様子になっていくと思うんですけど、そちらもぜひ楽しみにしていてください。では今回も見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さよなら。